それでは、ベースボールマガジン、オリックス・バファローズ・ヒストリー、1936年、2021年の、ワンボックスを開封したいと思います。まず真ん中から回遊したいと思います。選手名は省略させてもらいます。次にこちらから行きましょうか。大隈忠義選手の次回サインカードです。90枚限定。
多分もうこれはインサイドカードとスペシャルインサイドカード多分入ってないと思います。だからあんまり期待しない方がいいと思います。